久保さん、まあ、今回その負けない負けないというか何だろうなちょっとタイトル考えますけどうーんまあま負けない戦い方負けない戦い方とかにしましょうかあのー、まあいろんな稼ぎ方あると思うんですね本当にまあその就職もそうだと思うんですけどいろんな職種あるじゃないですかネットビジネスとかもいっぱいいろいろあるわけですよ で、僕がずっとやってるのが情報発信そしてコンテンツ自分の商品を売ってコンテンツ情報発信情報ビジネスコンテンツビジネスをやってるんですけどもこれなんで僕そのずっとこれやってるのかっていうと負けないからなんですね負けないってどういうことかっていうと仮に売れなかったとしても何だろうなマイナスがほぼないんですよマイナスが。 でも他のビジネスって例えば分かりやすい例でっ言ったら転売転売とか、まあ、無在庫って昔流行りましたけども仕入れて売れなかったらまあ赤になるじゃないですかねだけどコンテンツってなんかそういう概念がないので物を仕入れてね物をあのなんだあ,ーあーなんかしあ カメラを仕入れてとかねまあそう仕入れてそのカメラを売るとかそういうのじゃないので情報なんですよで別に情報なんか無料売りでもいくらでもいいわけですよじゃあ有料の情報を仕入れなきゃいけないのかっていうとそうでもなくて別に無料の情報でも全然有料で売れるんですねだからそれをいかにどうパッケージにしていくのかって話でよくねその言われるのが無料の情報をね 有料で売るのはは詐欺なななんじじゃゃいいかみたいなね。これはじゃあ本屋行って欲しいんですよで本屋。本屋行けば分かると思うんですけど本屋行けば例えばエクセルの使い方とかね毎回そのバージョンが新しくなるとできるあの売られてると思いますし Windows の使い方初心,初心者からでも分かる Windows の使い方とか、まあ、あとその一眼レフ僕買って一眼レフの,その、まあ、前までは興味なかったんですけども。 その立ち読みするようになりまして一眼レフのの設定の仕方とかねでもそれってまあ有料で本屋で売られてるんだけどまあ別にネットで検索すれば出てくるわけじゃないですかじゃあ本屋で有料で売られてる情報はネットで検索しても1ミリも出てこない情報なのかって話して前僕「男飯」っていうねシリーズをやってるんですけどもまあ自炊してね面白いあ。これ面白いなと思ったのが なんかそのクックパッドのランキング上位100全部載せみたいな本が500円か600円ぐらいで売ってたんですよでそれはクックパッドの上位のえ料理を本にまとめてでなんかあの売られてたんですねククックパッパドってアプリ無料じゃないで,すか <laughs> でその本見て面白かったのが「いやこれ本見づれえぞ」みたいな。 いやクックパッドのアプリで見たほうが絶対良くないみたいな <laughs> なんか本でま解説されてんだけどもいやこれ見づらいなみたいなだから本し,しかも100個ぐらい入れてたんでなんかね、まあ、そのメインのなんかその上位なやつはちょっと1ページとか使ってるんですけど最後の方はその1ページに2個とか入れてるんですよねなんかその小さじ何本とかちょっとその分ピってるだけでこれは何なんだみたいなね <laughs> うん、だから別に無料でも有料で売れるわけですよわかります、うん、だからそれがダメだったら申し訳ないですけどあの出版社に全部クレーム出版社詐欺師詐欺だろっつって言ってくださいよ申し訳ないですけど無料有料で売っちゃいけないっていう概念がもしあなたにあるんだったらねじゃあ本屋さん行って出版社なんかその本,本屋行ってこのその情報をね,ねググスマホでググってねあ載ってた詐欺だっつって電話してくださいよ LINE の使い方とかねそういう本もありますしなんかね結構ね情報ビジネスはねここがねなんかね言われること結構多いですね無料を有料にするとそれは詐欺だみたいなねうーん何なんですかねあ本や出版社全員詐欺じゃなくみたいなね <laughs> うーんだからその分かります情報っていうのは別に無料今は要はなんでこれが売れるかっていうとなんだ確かに 探せばね無料で出てくるんだけど情報がめちゃめちゃ多すぎるんですよ。で,かりますでその初心者なんかは検索の仕方もわかんないわけじゃないですか。何かここ直近はね最近は Google がすごいなと思ったのがどういう CM を Google が流し始めたかっていうと Google の検索の仕方を CM で流し始めたんであこれすごいなと思いましたよね。 だからより多くの全く初心者の人にもその Google のサービスを使ってほしいからその検索の仕方を CM で流すっていうねこれやばくないですかどんだけ金だって検索の仕方ですよだこうパパパパこうするとこれが出てきるみたいなこうやると Google に活用できるんだよみたいなねうんだからやっぱねその情報いくら無料で情報にたどり着けるっていますたどり着けない人も世の中にいるわけですよだっったら本屋行ってじゃあ の使いい方わかんないな。じゃあ本屋行ってみようあこれだじゃあ LINE の使い方講座これじゃこれ買ってみようみたいな人がいるわけじゃないですか,だからそういう人に売ればいいんですようんだからはっきり言って久保さんよりね僕は久保さんの速課塾に絶対入らないですよ絶対入らないです久保さんも僕のドリームアカデミーに絶対入らないですよだけど速課塾に入る人がいるんですドリームアカデミーに入る人がいるんですそれは何かっていうと分かんない人ですよ分かる人は買う必要ないんで そうじゃないですか。だから分かんない人に売るんですよ。分かりますだから別に分かる人に売らなきゃいけないんですよ。そうじゃないですか。いや無料で調べるんだったら、じゃあその人無料で調べればいいじゃないですか。別にその LINE の使い方とかね、スマホの使い方っていう本を買う必要ないですよね。別に調べればいいじゃないですか。うん。それだけ、それまでなんですね。そう、だからね、情報ビジネスは僕は本当にね、そういうありがたいんですよね。 うん、それがでできるんでだからリリススククががないんですよねリスクが、うん、だからやっても売れなくてもなんかやっても売れなくても何のその赤字になんないしねでも久保さんがやってたような麻雀店とかだったら店舗費用かかるし人件費かかるし宅代なんかいろいろね経費かかるじゃないですか。でお客さん入ってこなかったらもう赤字垂れ流しなわけですよ。 うん、でも情報ビジネスコンテンツビジネスに関しては、うん、赤字になんないでしょほぼうんまあやればやるほど経験値は上がるし売れなかった売ってみてね売れなかったらあこういうやり方売れないんだなっていう経験値つくしじゃあどういうふうに売っていこうみたいなねまたその勉強すればいいだろうし、うん、だから僕はもう情報ビジネスコンテンツビジネス、うん、この あのビジネスは一生続けけますけど、ね、うんだって本屋さんをやらなくても本屋さんできるんですよ。分かります本屋さんを店舗構えなくても別に本屋さんできるんで。うんであとはその値段をどう高くして売っていくかですよね,うんそう、まあ、ね。数がいればね数がいれば別にその1,000円とかのオンラインサロンでもね「まあ、キングコング西野さん」っていう人は。 あの月7,000万ぐらい稼いでるのかな7万人いますから DAIGO さんとか15万人ニコ生は15万人だから500円とかですか、まあ、それも8,000万とかですか、まあ、数が取れれば別にその情報を,の、えー、を安くしてもいいんですよ全然それ取れるんででも数が少ない場合は単価上げていかないといけないんで久保さんもそっか塾最初20万とか19万8,000円だったかな、まあ、そんな感じやってましたけど じゃあその20万とか30万の商品にしていくためにはどうすればいいのかこれは学べばいいわけですよ。ねどうやったらその20万みたいなパッケージングにできるのかっていうのを学べばいいしなんだそれをやればいいんですよ。であとはまあ単純にサポートっていう付加価値をつければいいだけなんですけどねシンプルに。ね久保さんねあの本,本買ってもねサポートしてくれないですよね。うん 本に語りかけてもね、何も喋ってくれないですよ。だけど、久保さんに速カ塾の塾生のまるまるです。速カ塾でこんなことを勉強してるんだけどもじ、塾長、ちょっとここは分かんないんですけど、これどうしたらいいですかっていう投げるじゃないですか。じゃ久保さんが動画でね、それはそうだ、よ、そうだと回答してくれるじゃないですか。本にね、本に語りかけても何もないわけですよ。<laughs> だから多分ね、付加価値僕は付加価値はそこだと思いますね。 教材もも情報もあるしサポートもあるるっていうそうそすすと高く売れますよねサポートにその付加価値があるのでその本屋ではないわけですから、うん、例えばその有名な人が本を出してますじゃあ有名な人にさお問い合わせして「書いていきますワンツー動画」Q&A ありますなんか成功なんかアメリカから来る成功本とかもいっぱいあるじゃないですかそこにメールするじゃないですかなんかその動画書いてきますないですよね。 てかお問い合わせ先なないいかもしれないですよねその海外とかだったら。うんなん感じですかね。だから、まあのまあ、いろんなビジネスあるけれども情報ビジネスが本当に最強です。まあ、僕は本も出してますけど、うん、これは一択でずっとやりますね。とにかくこれ,はやこれはやめないですね。やめる理由がないんで。うん、久保さんもやめる理由がないので多分ずっと発信して。 速塾も辞める理由がそんなないと思って <laughs> ずっとやると思いますけどうんでサポートも余裕じゃないですか多分久保さんと僕の領域に来るとサポータークソ余裕なので、まあ、あの秒速で回答できますから何着ても何着ても秒速で回答できるんでうんはい負けない戦いをやれみたいな感じですかねいってらっしゃい